大家好、こんにちは、シャンメイです。本日もマージマンションやっていきたいと思います。さて、残り時間13分ということであんまりないのですが、なんとか来れましたんで、ちょっと短時間でもいいのでやっていきましょい。とりあえず洗濯ラックを修復する。いやー、この糸作っていきました。で、ほーん、ちょっと待ってよ。これ合成しちゃおうかな。一応ね、あるんだよね。多分そんなに使う瞬間もないとは思うけど。で、問題はこれ。あ、ちょっと難しいな。ダメだな。今は無理だ。よし、じゃあですね、ちょっとイベントの方行きますが、とりあえず21まで回復したんで、まずこれを出す。重量が一応更新できた。で、入れる。とはいえ、この1ではどうしようもないな。全部半端になってしまったな。じゃ、こっからね、可能な範囲でまず出します。もうグレードダウンしてもしょうがないね。残りの時間とか残りの体力も考えると。9とはいえ、あんまり大したもん感じじゃないんだよね。あれ？あ、そうか、もうないのか。この辺使うか。6か、しょぼー。6。いや、とりあえず一回、モンメインに戻るか。で、なんと、ジタン使いたくないな。この、このタスクでは使いたくないな。とはいえ、あと9分待ちとかか。1時間の時短あったっけ。ちょっと待ってね。まず、さすがに8時間使うのは嫌じゃな。で、ちょっと物出して、時短を使うか。多分ね、1時間時短とか、あ、これ、これ、これね、いっぱいか。いやね、裏でね、これをたまに回してるんですよ。体力がちょっと余るなって時とかに、これをそっとね、回しては小銭を稼いだりとか、イベントのね、アイテムをドロップさせたりとか、そういうことでね、裏で、ケイシー&スケイティか、あちらの方をね、地味にね、ちょいちょいやってるんですけども。たまにこれ回収し忘れたんで、最後に回収し忘れるとなんかもう、商品がしょっぽいっていうね、現象が起こるんですけども。よいしょ。あと、どうしようかな。あと1個か。なんかあるかな。これでいいや。
1時間時短があったはずだが、いや、まあ2時間とかでもいいや。あ、待ってよ待ってよ、こうこう、あ、よくないあ、こんな時によくない。あ、こっから出るかな、ひょっとして。あ、砂時計、ちょっと待ってよ。あ、なんかちょっと思ったのと違った思ったのと違ったなんかあれだな、なんか慌ててなんかやるとあれだね、すぐ泥沼に落ちるな。いや、でもチトン全然ないんだが、一回売り飛ばしていい、この辺。目が出ない？なんか妙に体力ばっかり出るな。こんなんだっけ？宝箱って。あれ？待って、残り時間。残り時間あと8分ぐらいかな、7分ぐらいかな。あった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 、ちょっと売るね。時短は1時間だと、ちょっと待ってよ、売る売る、これもいる。で、これを作るんだ。よし、これで目的のものができた。とりあえず収めてこようか。あ、あとバケツ。バケツ。よし。落ちたズボンを拾う。ズボンが落ちてるの？どういう状況？どうやらズボンが落ちている。それを拾う。はい。あ、よく見るとシャツとかも落ちてる。あ、また？また？いいや、とりあえずこれもいらんだろうな。いらんだろうけどどうしようかな。でももう1時間時短したらこれ超えれるのかな。いや、1時間じゃいけないのかこれ。いや、どうだろう。イベントイベントの体力これしかないから1回使っちゃうか。残り何分？4分しかないあー、体力がないよ厳しいなこれ。体力のさ、回復手段がもうあんまりないってのが厳しいよね。いや、とりあえずこれは一回打って、まずはこれかな。え、全然出ないんだけど今結構タップしたけど、あれ、イベント体力、驚きの、あ、出た。やっぱ確率悪いんだろうな、あんまり確率が素晴らしく良いって感じではなさそうだし。これだ、体力結構用意したけど
なんか使わずに終わっちゃいそう。残り時間もないっていうのが結構大きいな。いや、もうちょっと早く来れればよかったんだけどね。なかなかそうはいかんのだよな。空き時間をこう見つけてくるみたいな。絶対もう時間ないよね。あとどう？数分、2分3分ぐらいでは？2分ぐらいだな。ああ時間がないよー。でとりあえず全部蜘蛛の巣ははけたのだが、はあ。で50回復10か。でこれか。あー取っときゃよかった。こうこうこうとこうスキップ。回収回収回収。これはなんだっけ。よいしょ。あ、釣竿ね。でこれ、あ、でも時間ない。時間がねないね。あと何分？1分。1分。回収で、あとこれか。もう体力ない。回収38秒。あー、もうこれ回収回収回収。これも回収回収。あとはもう出ないぞ。どこだ。こうか。はあ、足りない。いや、もう時間ないし、いいや。回収回収。あ、終わった。あ、ギリ金まで行ったのにな。なかなか難しいね。おや、3周年記念パーティーグランドプライズイベントが始まります。年に一度の花市場に向けて庭をお手入れしましょう。あ、でもこの写真っていうかこの絵かわいいね。これはどういうやつ？ん？どういうやつ？ちょっと待ってね。あ、あれか、花市場の3周年バージョンみたいなやつだね。ちょっと納品を順番にやっていくタイプのやつやね。うん。あっという間に3周年。違った、3年目。3年目。で、3本ね。おばあちゃん、ロディ、マディの3人で、うん、ちょっと待ってね。売るよ。ちょうどいいの出すの微妙だよね。なかなか難しいよね。一致団結して邸宅の改修を進めてきた。改修？改修？多分これ誤字じゃないかな。違う改修だよね、きっと。手袋だね。手袋だね。34秒。うん、まあ待ちますか。まあ今日は
とりあえずこの3周年記念パーティーを少し進めたら、でもできればこの洗ったズボンを吊るして干すはやりたいんだけど、やりたいけどでも結構待つかな。8、7、6、3、2、1、0。 OK、 使う手袋、まあどっちにしろ今現状ですよ、メインタスクが必要としているので、これは進めざるを得んね。どうしよう、これランプとか多分いらないんだろうけども、どうも再びスコップじゃない、あ違う、個人的にはシャベルね。再びやっとここまで来た。なんか最近もシャベルかもしくはノコギリを作っては奪われ、作っては奪われっていう状況だからさ、多分また奪われる気がする。いや正直土ならしまで行ったらこれはですよ、土ならしまで行ったらよいしょ、 B カードを使ってしまおうかと思ってるんだけどね。それでもまだまだ残る謎。うん、で3本ね、よし、サプライズはまだこれから。袋か、ちょっと待ってよ、なるべくここをねまとめてから、まとめてからまとまらないけどいいや。じゃあまた間違えたねダメだ、最近すごいなんか知らんけどタンスに引き寄せられるタンスに吸い込まれていく指がなぜだ。でこの空き袋が2ついる、2ついるんだが、よし、スキップ。今インベントリーはいっぱい、まずこれをね開けたい。いや正直もうこの花、オレンジの花いらんだろうな、うろ。でもどっかでは、でも一応花市場なんだよね。ってことはいるのか、やらかしたかな。花市場で鉢植えの花、回収。これで一番気になるのは、ちょっと待って、結構意地悪じゃないいっちゃなんだけど、結構さっとできないようなタスクが多いような気がするが、どうしよう、これ多分いらないよね。作ったはいいけど、でも1個は置いとくかな。
さっきのタスクで結構ビビり散らしてるんだけど、この手袋片面とかいるのかなっていう。じゃあこれ使うか。これ使えばね、まあ割とちょろいもんなんでね、売る。こんなもんですよ。こんな時のためのコンテナ船、おばあちゃんの秘密。はい。で、斧の3つね。これだんだん必要なものが強いのが来てるな。斧の3つね。このスペースでいける？斧の3。売る。よし。これで斧の3。壁に隠されている？何が？これは緩いね。緩急が結構あるな。あ、ごめん、1個でよかった。それとも地中に埋まっているの？何が？何だろう、何かを言ってくれない。もしうっかり余っちゃったやつは売るか。本当はこれ、一応置いとくか。だんだんいるものが要求が激しくなってくるんだが、これ最終的にはさ、それこそそれこそさ、だんだん要求が激しくなってるっていうことは、チェーンソー3本とか最終的には言い出すんじゃないか。恐ろしい予感がしているぞ。っていうか今の場所とこれ相性悪いな、正直。場所によっては多分全然困らんのだろうけど、今の場所。さ、手がかりを集めてたどり着くのは謎に包まれた邸宅。はい。あ、こっちの方が若干優しい。その歴史は闇の中。あ、やっと違うやつとか出てきた。ハンマー。中堅ラフスは頼りになる相棒。ラフス。ラフス最近あんまり出てこん気がする。スコップ。個人的にはもうスコップとシャベルが相変わらず逆なんだけど。それでもまだわからないことだらけ。うん。はけ。はけ。よし。答えを追い求め続ける。ナイフ。一回くらい折るか。ネジはね、あったはず。はい、ある。合体しまう。ナイフ使いたい。8時間のやつ使っちゃおうか。どっちにしろさ、これがもうちょっと使い込んでからですか。この辺も出なくなったら、もうレベル8までちょっと使い込んでしまったね。しまったので8時間使うか。いや、その前に
あれなんで今体力103もあるんだ。あれ、その前に袋がすごいいる。4つかな袋が。いや、その前にこっちをちょっとコンパクトにしよう。袋が多分4ついるかな。こんなんじゃダメなんだ。3でしょ。あー、半端に。これさ、空にするのにさ、どんだけ使うかな。5678、今どういう状況だっけ。あい、空きはないんだっけ。ある。います。1個のこれもしまおう。これ一旦そっち。あ、こんなとこかな。俺タップしてあるのどうやったっけ。いや、でもこれ全部空にするのしんどいな。あっという間に。スキップ。なんか花を捨てにゃいかんのがつらい。つらいよ。なんかこう綺麗に収まるタスクを並べといてほしい。わがままかな。やっぱ捨てにゃいかんってなるのがね、やっぱもったいない精神が働くよね。うん。と、何だったっけ。あ、石の上にも3年というけれど、はい。あ、上はそんなに難しいのもじゃない時もある。わからんな。本番はまだまだこれから。うん、椅子。一回これは売るか。じゃあさっき丸太売っちゃったけどもったいなかったな。何がいるかわかんないの怖いな、このタスク。多分このさ、連続したタスクの並びって多分見たことないやつなんだよね。この流れ見たことないよね、多分。これ何個だっけ。3個か。3個ね。 OKOK、まあ、とはいえ今のところはそんなに重くないから、今んとこ笑顔でできるよね、今のところ。ウィズ・ア・スマイルですわ。あれ、重たい。2。よし、3と。ん？修復作業はまだ終わらない。また花だね。使っちゃえ。一回これそこに置いとこう。はっ！なんで植木鉢をタップしたんだろう。
ダメだ今日。もう脳がお前脳がって感じになってる。でこれを収める。謎は深まるばかり。おお、よかった。使う状況が来るとは。そうそう、こういうタスクを待ってたんだよ。一本余った。マディは真相にたどり着く？真相はその前にあるのか。このガマの方みたいなやつ作るよ。一本だけ余ったな。ガマの方。ガマの方つってるけど絶対違うんだけどね。でも名前書いてないよね、多分これは。鉢植えの花レベル5とかだもんね。次も6とかだろうし。この商品、この花が何なのかは謎である。これレベル6だもん。何の花だろうね。おばあちゃんにも事情がある。はい、事情がある。ほーん、よよ、これを収める。集中あるのみ。今んとこなんかゆるいな。スキップ。割と出てくるね。合体しまう。こうこうと。どこもかしこも秘密がある。なるほど。あ、よかった。使う状況が来た。まさかの。邪魔だから捨てなきゃなとまで思っていた。これなんであるかっていうと、あの蚕がかな、蚕かな、これを出すために作ったんだけど、なんか洗濯ロープかなんかを作るためにね。まさかそれが今役に立つ時が来ようとは。よし、これで3つ。スペースは割とギリだったね。よし、じゃあこいつらも役に立ってよかったね。それがボーモントホール。うん、よいしょ。これ復帰したことだし、ちょっとナイフまで作るか。よしよし。あっちは手袋がいる。手袋がいる。作りかけはございませんかね。下のレベルのがいるのって結構罠だよね。下のレベルだと違うところをタップした方がいい気もする。あ、待って、違う。これ合成したらダメだ。手袋。あー、力尽きた。あ、待って。希望がちょっとあるんだが。
いかにする。一回合成しようか。どうせすぐできると思う。手袋を求めて。手袋を買いに。絵本であったね。あれすごい。あ、そう、絵本といえばだよ。あ、そう、絵本といえば。今、まだ売ってるかな？ファミリーマートだった気がするんだけど。あ、出た出た。生地な根性じゃ務まらない。うん、そう、絵本のさ、寝ない子誰だっていう絵本ご存知です？私はあれすっごい好きなんですけども、いや持ってるんですけど多分初めて買った絵本はストーリーの方誰だったかな、あのゴンギツネとかの挿絵で有名な黒井健さんだったかな、黒井健さんの月から来たウサギっていう絵本を多分生まれて初めて、多分高校生くらいの時になんか本屋で一目惚れして買った気がする。あの絵本を買ってしまったんだよね、多分最初に。で、ちょっと待って、多分2個目ぐらいに買った絵本が多分その寝ない子誰だっていう絵本なんですよ。あれがね、今イラスト、そのなんか本文のイラストとかがチロルチョコになってね、販売されてるはず。1週間合体を続けて、うん、でね、今それを買いに行きたい今すごい買いに行きたい。さ、あと30秒ちょっと絵本の話でも、でも絵本はそんなにいっぱい持ってなくて、多分その2冊かな、持ってる絵本は。その月から来たウサギと寝ない子誰だ。その寝ない子誰だがね、あれでも読んでみると子供泣くんじゃないかなって思うけどいやだってね、ちょっと読んでない人にネタバレになっちゃいけないから言わないんですけど、あれちっさい子が見たら多分恐怖でトイレ行けなくなるよと思う。わかんないけど、ちょっと自分は小さい子じゃないから、初めて読んだ時もすでに小さい子じゃなかったからね、あの寝ない子誰だの恐怖がちょっとストレートには伝わってこなかったけど、いやでもこれは怖いじゃろっていう多分ね、ほんと小さい子に読んだらトイレついてきては待ったなしだと思う。それでも読ませる価値はありそうどうだろういやでもあれはね、イラストが私すごく好きで、めちゃくちゃ絵が可愛いんですよ。一つ答えが分かれば儲け者。お、置いといてよかった、レベル1ペンキ缶。待ってよ、絵本の作者名なんだった、どなただったかな、出た出たけど今は。今見に行けないからね。どうかおじけづかないで。あ、熊手を持ってかれる。待て待て。待て待て、落ち着け。熊手か。で、その前にちょっと。うん、こっちをやろう。よっ。やっぱりレベル8のタンスの方がレベル高いものは出やすいね。気がするね。ちょっ
ょっと確定的ではないけど、多分出やすい感覚はある。いきなりレベル3が出るのはね、やっぱ大きいよ。回数もさ、多分ホールドできる回数というか、溜め込める回数が多い気がするんだよね。最大何回溜め込めてるのかちょっと自分的には謎なんだけど。果たしておばあちゃんの企みとは？おばあちゃんすごい謎を残していくから、あーどっちがいい、これ一回これは売る、作ろうとするけど多分厳しいからしまえる、一個しまえる、これしまっておくか、これは売る。ごめん、何だったっけ。あー、ランプか、ランプ3個か、熊手かだけど、これな、ランプ3個でも厳しいだろうな、さっき結構出したし、2個ぐらいならギリいけそうな予感もするけど、なかなか難しいの。あ、でも、ま、割と持つ、そろそろ切れる気がするな、さすがに。うん、これ終わったら終わっとこう、ちょっとこのタスク終わったらもうさすがに寝かそう。なんかいい時間かかってる気がするし、はっ、いやでもまだ参る、まだいけると思うだが、どうだろう。あーあああ。意外とあれだ、レベル6がホールド力というかないんだな。やっぱ10と比べたらダメか。うーん、了解。どうしようかな。時短使ってもいいけど、今はとりあえずここまでにしておこう。というわけでご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。